はい、皆様アニョッス。本日もアコアコテレビショッピングのお時間です。今日はお方とんでもないものを売るようで、でもその前にまた新たなスタジオの制作からたくさん商品売ってお金も貯まってきたので、300万以上かけて新しいスタジオを作っちゃうぜ。これでまた相性の良い商品が増えるわね。さあ、そして商品を仕入れに。どうやら今回はこちら、伝説の剣を売っちゃうようです。テレビショッピングで買える伝説の剣って、もはや伝説じゃない。それな。それでは、新しいスタジオで伝説の剣のテレビショッピング、開始よ。おお、音楽も変わったんだな。セットもどんどん豪華になっていくわね。あ、ゲストも新しい方のようです。一人だけど千人だぞ。ちょっとつまんねーな。出ました、伝説なのに何本もある剣です。さあお方、どうアピールする？リピート率って、何に使うんだよ。しかも幻と伝説、かぶってるような。確かに。お客さんの反応は？いいのかよ。お前ら全員勇者か。さすがお方、お客さんのハートを掴んだぜ。ここで売ってる時点で入手困難なレア商品じゃないっしょ。誰でもゲット可能。あ、でもここでしか買えないみたいだぞ。勇者は必見ね。うん、勇者がいればな。お次はパフォーマンスね。お方、今日は伝説の剣でどんな実演をするのか注目。なるって。定番の食べるもあったぞ。ここはどれが正しいんだ。ごめん、何に悩んでるのか教えてくれ。お方、今回は相当迷っております。あれ、でも切るじゃなくて切る。お、まさかの魔王との実戦。これ放送事故だろ。おい、負けてやるんだからキャラはちゃんと払えよな。もちろんです魔王様。お前らグルかよ。ちなみに、食べるとこうなります。こっちバージョンも取ったのね。お方、必死に噛みつく。かけとるやん。伝説の剣は無傷のようです。お客さん、怒ってピザ投げ。では、先ほどの続きに戻りましょう。購入者、どんなやつだよ。おい、右下、勇者じいちゃんか。そして料理長、まさか伝説の剣で調理を。お方、やはりここは勇者にお願いするようです。絶対序盤のスライムで負けるっしょ。これが勇者の感想だ。どうの剣って。一気にランクアップしすぎだろ。さすが伝説の剣、抜群の破壊力です。これは一家に一本置いておきたいですね。過激誰も使わねえわ。さあ、最後のおまけです。何をつけるのか。ヒノキの棒、弱小装備が。また今回も商品と無関係すぎて。ここは、初心忘れるべからずだな。みんな最初は、ヒノキの棒、革の服だったんだ。ちょっと何が言いたいのかわからない。お客さん、絶対いらねえって思ってるよ。なぜに大好評。おい仙人、金なすぎな。お方、優しいぜ。さあ、伝説の剣のお値段は？なんと、13,800円切りました。中途半端だな。ということで、今回は過去最高のパフォーマンスでした。視聴率も、初めて 80% 超えたぜ。お、あんま気にしてなかったがマジだな。これは売り上げにも期待。いっぱい売れてくれ。パフォーマンスは完璧。お、気持ちいいぐらいの右肩上がり。有料化も初ゲットだな。気になる売り上げは？お、あと少しで300万。今回は大満足。では本日はこの辺で。はい、アニョッス。本日は久しぶりに、お方のテレビショッピング。お方、この前の収録で大失敗。青汁を売ったのですが、まずはその時の様子を。お方、青汁を飲まずになんと。むしゃさ。グリーンお方、誕生。相変わらず実演下手か。はい、こんなの当然お客さんも。反応最悪。ということで、今回は気合い入れて収録に臨むようです。さあ、商品は何かしら？ゲストも気になるところ。お、なんか久々。はい、本日のゲストはカリスマオカマ美容師、ジョーさんです。
おかま。もはやこのチャンネルだと普通すぎて違和感が全くないぞ。お、商品はサプリメント？どうやら飲むだけでお肌が白くなる、美容サプリを売るようです。ここはいつもいい感じなんだよな。新成分配合で無添加、悪くない響きね。お客さんの反応も上々。まあ問題は実演だけどな。その新成分が何かは教えない模様、怪しい。そしていつもの無添加安全アピール。有名な一行さんって。一生は。お方、本日も出だしは順調。おいこら嬢、栄養妨害だろ。全然商品アピールしてないし。っていうか商品に文句つけてるし。さあ、いよいよお方が苦手な実演。今日はこのサプリをどうする？アイフル。今の子にはそれ通じないぞ。選択肢は入れる、飲む、乗る。お願いだから飲んでくれ。お、今日はちゃんと飲むを選んだようです。前回グリーン男になったお方。今回はホワイト男に。効果ありすぎか。髪の毛まで真っ白って、これ合ってるのかしら？おいてくまじか、なんで反応良いんだよ。おしおし、ここまでは完璧のパフォーマンス。さあ、ここで購入者の感想。やはり美容サプリ、女性は決定だな。二人いるがさ、どっちだ？パートのひろみさんをチョイス。欲しくなるような感想を頼んだぞ。シミやシワで悩んでた、そんな時に。この白くなる Z を飲んだら悩みも解決。確かに白すぎる。お、ここも正解だったようね。さあラスト、最適なおまけさえ選べれば。本日のパフォーマンスは完璧。ここは同じ美容関係、化粧品にしたみたいだな。確かに、これまで同じジャンルのおまけは正解の傾向だったわね。どうだ、正解か？来ました、お方ここも大正解。おし、これで今回はパーフェクト達成。値段も高いし、売り上げが期待できそうだな。100個売れたら200万。これでまた新しい商品を仕入れできるわね。ということで、今回はお方頑張りました。では、売り上げの確認。視聴率 82%、 素晴らしい。有評価、いただきました。おお、乗算効果結構すごいな。と思ったらまさかの苦手商品。お方、ゲストの選択だけ間違ってた。あにょにょん。本日はパワーアップしたお方くんの続きです。オンエアレベルも7になり、新しい仕入れ先とゲストが利用できるように。お金も、これまでのテレビショッピングでかなり溜まってきたぜ。1億円以上。ということで、この軍資金で新たなゲストと商品を。お方、どこで見つけてきたんだ？そして商品は新しくいけるようになったここで購入。なかなか仕入れにお金かかるわね。まあ一回買えば何度でも売れるので。ここは思い切って1億円以上で真珠ネックレス購入。準備完了からの早速本番です。本日は売り上げに期待。スタジオもパワーアップだぜ。ボブ、見た目と名前合いすぎでしょ。まさにボブっていう見た目だよな。真珠のネックレスにボブ、人選間違えただろ絶対。さあお方、ここはいつも得意だが今日はどうアピールする？大好評で冠婚葬祭で使える。悪くない宣伝文句。おしおし、お客さんも食いつき最高。お方のアピールの後、ボブはこれをどう紹介するか気になるな。絶対自分はつけないですからね。ボブ、まさかの死んだばあちゃんの話。どうやら酒が死因のようです。お客さんか痛くなくなるだろ。ここはパフォーマンスで場を盛り上げねば。真珠のネックレスをどうする？食べる、つける、巻く、選択肢1個しかねえな。よかった、お方くんちゃんとつけるようです。お、綺麗なモデルもちゃんと用意したようね。セクシーな唇。お前かー。
女装趣味があったのか。お客さんは喜んでくれたようです。ここまでは完璧。購入者の感想もビシッと決めたいところね。ここはやはりおしゃれに敏感そうなデザイナーのみゆきさんだな。あ、今のは岡田くんです。みゆきさん頼んだぞ。いるよな、授業参観で気合入りすぎな親。あれ、子供は恥ずかしいだけ。おしおし、いい感想ね。これは正解だったかな。お見事、みゆきさんでよかったみたい。最後に、おまけも適切なの選べれば完璧。これまでの経験だと、似たような商品がおまけに最適。ってことで真珠、買いつながりでブラジャー選んだようです。お方の読みは当たったか。おお、どうやらここも正解。なんだかんだでボブと完璧なパフォーマンス。1個の値段が過去最高だからな。売り上げもすごそうだぜ。約300個売れれば1000万以上。ボブ、ママって可愛いな。本日も無事終了。視聴率も驚愕の 90%。 注文殺到ですね。では、合計売上金額の発表。おお、ボブ効果すげーと思ったらやはり苦手商品。そりゃ豚に真珠状態だったからな。それでも約1500万の売上、過去最高だな。はい、では本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。はい、皆様アニョッス。本日は久しぶりの岡田くん。今日も商品を売りまくるぞ。さあ、本日のゲストと商品はどんな感じかな。それでは早速スタートです。久しぶりに聞いたこのメロディー。はい、こんにちは。ゲスト登場。なんか変なの来ました。こんなはずでは。皆様、一応人類ですよ。可能よ。お、どうやら本日の商品は財布のようだな。お方、バッチリアピールするのよ。ここは得意なお方くんです。絶対人間工学の意味わかってないけどな。お客様にも大反響。昨日はモロチン、見た目も大事。もちろんな。猫背は健康に悪影響ですからね。見た目可愛いってお前商品見てねえだろ。生放送中に自撮りすんな。さあ、このダイス実際に使ってみましょう。お方が唯一苦手なのがここなんだよな。頼むから座って。こりゃだ。あおお、これなら空中で使う時も安心の安定感ですね。お、さらに海底でも使えるようです。絶対地上以外で使うやついねえから。海底でライフってどんな状況でも使わないな。いや、客喜ぶんかい。ここまでは素晴らしい出来です。購入者の感想、これも大事よ。ここは一日中座りっぱなしのプロゲーマーでも違いないだろう。まあその考え方は合ってるかも。腰が楽になったとか、いい感じの感想頼むぜ。猫背、見た目もかっこ悪いのだ。お、まさに望み通りの感想。これにはお方くんの大満足でしょう。いや、よくわからなかったんかーい。ドイツ様、どんなのを期待してたんだ。さあ、本日のサービス商品は？お、ミニテーブル。これならダイスと一緒に使えるしな。お前までヤバ見るな。うん、変人知ってます。気になるお値段は？24,400円、切りました。セルフィーもこの驚き。もうこれ放送事故だろ。もう一度言いますが、彼女は地球人です。推し、ということで本日のパフォーマンスもなかなか。あとは気になる売上結果発表。
いねえよ。注文の電話たくさんだぜ。うん、悪くない結果。男子、今絶対結果じゃなくて広告見てるだろ。それな。おっと、ここでお金持ちからの大量注文。どんなパーティーすんだよ。でもこれで売り上げ超絶アップ。もちろんご用意させていただくぜ。はい、ということで売り上げは過去最高の約3000万大勝利。それではまた次回お楽しみに。はい、皆様アニョッス。3連休ラスト、いかがお過ごし。主は相変わらずゲーム三昧だぜ。本日1本目は久々の岡田くん。今日も新しい商品を入荷したようなので、早速さあ、何を売るのかしら。スタジオも新しくなっております。お、今回の相方はボブか。商品はサングラス。岡田、これはどんなサングラス。世界初で、まさかのマイナスイオン発生サングラス。かけてるだけでリラックス。客、結構盛り上がってる。お、このなんとかテレビショッピング先行発売。なんだトルマリンって。ゾウさんのうんちのことじゃないです。でそうね、サングラスにうんち配合しねえよ。お、ボブもさりげなくサポート。やってきました、お方の苦手なパフォーマンス。このサングラスをどうする。頼むから普通にかけて。うん、ここは頑丈さをアピールだな。お方、相手切るというパフォーマンスに終わった。頑丈さをアピールするつもりか。まさかのマクタツー。番組急遽一時中断。今裏で偉い方に怒られております。はい、ちなみに食べるとこうなってました。本日のメニューは、サングラスの天ぷら。このサクサク感、食欲をそそります。形で食欲うせるわ。では番組に戻りましょう。購入者の感想、欲しくなるようなの頼むぜ。ここは、一番似合いそうなこの人に。会社役員のゆうじさん。グラサンかけたらさらに威圧感増しそう。目、結構可愛いぞ。確かにまんまる。これ別にマイナスイオンとか関係ない。お、でもこの人で正解だったようです。さあ、最後におまけで締めくくり。まあここはさすがにメガネケース選ぶわな。それ以外選びようがない。今日もパフォーマンスでつまずいてしまったが、売り上げは伸びるかな。4万超えただと。高すぎるー。すげえな、スイッチより高いぞ。これ買うなら絶対スイッチ買います。はい、こうして今日も無事終了。無事ではなかっただろ。商品思いっきり壊したやんけ。一個の値段が高いから、割と少ない個数でも結構な金額になるはず。220個から、ボブ効果で大幅アップ。お、なんだかんだ2000万近くに。ああ、普通にグラサンかけてればもっと期待できたのに。はい、ということで以上。相変わらずパフォーマンスは苦手な岡田くんでした。はい、皆様アニョッス。嬉しい金曜日、一週間お疲れ様でした。本日はめっちゃ久々、岡田くん。正直完全に忘れていた。ってことで早速スタート。お、岡田くんいました。真面目に働いております。まずはパートナー選び目。今日はシェフの蒸し谷口を選択。さあ、シェフと一緒に売る商品は何かな。この感じ、なんか懐かしい。オリーブオイルばらまくなよ。お、やはり本日は食材。世界三大珍味、キャビア。お方、ここでお客さんの興味を引きつけるのよ。おし、ここは得意だからな、成功。
寿司、キャビア食べたことないんだよな。まあまず家庭料理では出てこないからな。どんな味なのかしらね。皆様は食べたことありますか？お、今度は苦手なパフォーマンスもおぎかん。おくう、これはプレゼントには喜ばれそう。ぬる以外ならどっちも正解っぽいな。岡田くん、ここは無難に食べるを選択。岡田の時からビーム。全然美味しくなさそう。でもお客さんの反応はエクセレント。ちなみにぬるとこうなります。キャビアの世界一無駄な使い方。真っ黒岡田。はい、これには当然お客さんも。これ絶対放送事故。蒸した煮口、マジ切れ。はい、では先ほどの続きから。購入者の声、ここはやはりシェフが最適か。岡田、シェフのミツルさんにお願い。欲しくなるようなコメント頼んだぞ。お、いい感じいい感じ。ミツルさん、ナイスコメントだったぜ。さあ、ラストのおまけ。この選択肢、さすがの岡田も迷わずクラッカー選択。キャビアを添えて召し上がれ。来ました、久しぶり岡田、完璧なパフォーマンス。視聴率 90%、大成功ね。お値段はなかなか高めだな。さあ、1個が高いから、これは売り上げも期待大。いくらになるかしら。こうして無事テレビショッピング終了。注文してるってる。はい、成績は申し分なし。うん、いただきました。お、売り上げは2000万超え。さらに超金持ちからの大量注文が。一気に約900個も売れた。これで約5000万の売り上げに。以上、久しぶりでも絶好調の岡田くんでした。はい、皆様ニョッス。本日はめっちゃ久しぶりに。岡田くんの上司、プロデューサー登場。上司の前でもぐもぐ、やるな岡田。頑張ってますな。岡田、あれだけ稼いでもほぼ商品代とゲスト代で消えちゃうという。主はタラコが一番好きかな。ツナマヨも神よね。皆様のナンバーワンおにぎりの具は？梅昆布、これも地味だけど間違いなくうまい。おにぎりって最強よね。お、プロデューサーボーナスくれるの？変な人だけど、悪い人ではない感じ。しかも8000万って。さすがゲームの世界、羨ましい。主の年収と一緒じゃないか。うそつけー。バレたか。バレるわ。お、おまけに新たなゲストと契約できるように、早速チェックしてみましょう。さあ、新ゲストはどんなキャラかな？出ました。普通のおばさんと、将軍様。おそらく、今ほとんどの視聴者様が思っている、信長やんけ。はい。ってことでもちろん本日は、信長そっくり将軍さんとゲスト契約。将軍様に合った商品も仕入れたようだな。さあ、準備万全で本番よ。お方、商品に何を選んだのかしら。出ました、現代だと違和感半端ない将軍様。まさかの将軍様とフライパンの販売。いや、フライパンで全然泣いちゃったー。そしてお次のキャッチフレーズは、焦げつかない感動で涙。アメリカの人どんだけ涙もろいんだよ。でも確かに全米が泣いたっていう宣伝文句多いよね。絶対本当に泣いている人ごく一部なのにね。お、将軍様うまくフォロー。さあ、お次は岡田くん大の苦手、パフォーマンス。お願いだから殴るなよ。ここは普通に焼いたんでインパクトが薄い。華麗に食ってみせる。
お方、絶対食材落として失敗しそう。しっかり頼んだぞ。振るってそういうこと？岡田くん、パフォーマンスは相変わらずだな。これにはもちろんお客さんも。今回は将軍様が決めた。前回はシェフが切れて包丁突き立てました。さあお次、購入者の感想は誰にお願いする？ここは勇者に任せておけば、まあ大丈夫だろう。なんだその勇者への絶対的信頼。勇者様、果たしてうまくアピールできるか？いや、武器として使っちゃったよ。これは今回もう終わったな。と思ったらまさかの大正解だった。なんでだよ。さすが勇者、困っている時は助けてくれます。ラスト、おまけはどうする？将軍様の頭が目に入ったのでこれにしよう。は？フライパンに育毛ゲル？お方、将軍様をハゲ扱い。さあお客さんの反応は？まさかのこれも結構良かった。おい、今日の客大丈夫か？肝心なお値段はズバリ、2万円切りました。フライパンのくせに高い。でも将軍様は5万円。はい、ということで今回はちょっと微妙な岡田くんでしたが、無事テレビショッピング終了。あとは結果を見るだけ。あんま期待しないでご覧ください。うん、やはり今回はダメダメだな。お、将軍様パワーすごい。さらに超金持ちのお客様からの追加注文。パーティーでフライパン1700個。どんなパーティーすんだよ。ってことでまさかの売り上げめっちゃいきました。それでは本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。